ピアノと還元楽のためのリトミカ・オスティナータは、伊福部ーが作曲したピアノ競奏曲。1961年に完成。1969年に最初の改訂。ついで1971年に改訂。同時に二大ピアノのために編曲。一楽章形式。リトミカ・オスティナータとは、必要に反復する立動という意味である。文字通り、 5拍子や7拍子といった日本語の韻文の奇数律動の反復を基礎として、録音音階による旋律が展開するダイナミックな楽曲である。中国で見た四方の壁前面に仏像がはめ込まれた銅の迫力と感動が創作のヒントとなったという。初演は1961年10月9日、東京交響楽団の定期演奏会にて、上田仁志式。 金井イのピアノによって行われた。戦災によって楽譜が失われていたピアノと還元楽のための競争風交響曲から一部を引用している。これはもう一つの代表作シンフォニア・タップカーラにも同じことが言える。あとに競争風交響曲は1997年に NHK の資料庫からパート譜が揃って発見され、疎遠された。 長らく前日の初演お及び1971年改定の原稿行講の2版が確認されていたが、2016年に1969年再演の実況録音が公開。その内容から両者と異なる編曲で演奏されていたことが判明した。よって、当局は2017年現在1961年初校69年再演行。 71年最終項の3番の存在が確認されている。フルートに、ピッコロ、オーボエに、イングリッシュホルン、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーンに、バストロンボーン、チューバ、ティンパニ、トムトム、クラベス、カウベル、コンガ、九番ティンバレス、ハープ、独奏ピアノ、弦楽5部。一楽章形式。 ありがとうございます。